はい、こんにちは、てちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。 3.5 周年アニバーサリー杯、これをやっていきたいと思います。で、まずですね、前回と私どこが違うか分かりますかね。そうです、魔物使いが貫突となりました。この1個前の動画で上げたと思うんですが、交換チケット10連分のね、 S-1 のあれで魔物使いが引けたんですよ。そして無事貫突いたしました。で、もう一個違うところ、小僧ですね。小僧が104レベルだったのが105レベルとなっております。そしてラリフォーを覚えさせてます。ここが前回と違うところになります。まあ、なんか役立つ時が来るかもしれない、そんな感じです。で、魔物使いが貫突になったことによって素早さがめちゃくちゃ速くなってしまったので、素早さ下げを行っております。一応うちはドレアムが先動いてから、他が動く、本当はソロが動いてほしかったんだけど、ソロが素早くなるまで持ってくるにはだいぶちょっと装備が変になってきちゃうんで、まあこれは現状、もうドラムが最初に動かなきゃいけないのは確かっていう感じになっております。では行きましょうか、早速ね。はい、対戦よろしくお願いします。あ、なんかちょっと色は違うから、あれ違うんじゃない、大義だかなんかじゃないの、あれ反射、あれがねパッと分かんないんだよな。満月リング、満月リング光りました。だいぶ大きい、めちゃくちゃ大きい。小僧、これどうする、どうするの、これ絶対違う、絶対どれやろ、ちょっとうまいんだけどどうする、これどうする、どうする、ぐるん来てからの、デスリフか、デスリフか、うまい、うまい返しで熱風で落ちないんで、熱風で落ちないんで、まあここで打つにして、熱風で落ちないんで1,2,3 で落ちるんで、ラリホー取っちゃうんで、かばえよな。かばえよ。まあまあまあ、いいでしょう。ここで素早さ逆転。アンルシア来て打ち、あ、オッケーオッケー。小僧。で、これをどうするかな。ここだね。結局何反射かわからないまま。これさ、いい加減表示してくんない？あと何回で落ちるかって表示してよ。よくないか、それで。やっとくわ、5段打っとくわ。1回ミス気になる。なんで？
はい、対戦よろしくします。アリーナ来てうち、アリーナソロ来てうち、あーベロニカちゃんが早い、アリーナベロニカな、魔法カンタな、メリークリスマスの可能性ありますね。メリークリスマス。ベロニカをどうするかな、一歩出るか。あ、落ちちゃってよかったんだけどな。あー、ダメだったな。これどうしようかな。こうなったらどうすんの。入れるか。こう落ちないかな。ひっそりと落ちると思ってるんだけど。で次ギガソード危ねえ、打って追撃。そうだそうだ、それだ。ギガソード打って追撃で落ちる。なんか他ないか。あ、いやいや、他ダメだ、他ダメだ、他入らないよ。次次頼む、次で落ちろ、落ちろ、よし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 、これこれこれ、危ねえ。で、あれだね、サンタリーナ来て、ソロ気をつけとかないと次の超特大来るから、3ターン目に。そこだな。 OK ナイス。こっち側に回って、これだな。あ、落とせなかったのか。あー、危ねえ、危ねえ。ちょっと今違ったよね、やり方ね。多分小僧落として次ソロだったのか。次ソロ、ソロでアリーナにデイン打つべきだったよね。そうだよね、多分。なんだ、それでぐるん回して、ぐるん回して多段。アリーナとりあえず落とすって感じ。はい、対戦よろしくお願いします。デスピは剣撃ね、剣撃で能力をハグ、そんな感じ。向こうが早い、これはまずい。プラスあれか、あれあれ、あの子までいるのか、セラフィーまでかわいそうにな。会心食らう必要ねえのにな。おかげで逃げ道、通り道を塞いじゃったよ。悪くない悪くない。ギガソード、でもギガソード打つという役目があるんだよな、うちな。そういえばギガソード打つ、ギガソード。カミオちゃん、カミオちゃんな。落ちるか、これでいくか。ふざけんなよマジで。何が楽しいんだそれ。いや、落ちると場所もうちょっとさ、あ、落とせないわ。もうちょっと考えろよな、これな。これ能力ハグか。エスタック。え、あ、死なないもんな。
え、ま、ま、あ、これでいいか、これで打つか。つまらん。つまらん。マジつまんね、こういうの。戦略でもなんでもないじゃん。いや、その前にデスピのあれだな、カミュに3で入るような位置で打たなきゃいけなかった、うん、そうすれば追撃で落ちてたかもしんない。バギ苦手だから、そこがまず向かってんだよな。おい、来なきゃいけない、避けやがってよ。まずグルンが入ることな。グルンが入ったら落とせんじゃないかな、カミュー。それでも落とせないかな。さっき入んなかったら今度入ってもいいだろう。だって 40%2 回目なあ。絶対入らないんだよこれ、マジで。これ入ればいいけど、これはもう入らないぜ絶対。これいくか。入るんだね、入るんだね。どうすっかな、これ。なんかあるかな、やること。あはっ、どうしようかなこれ。 あの子近づく。まあこれでいいか、これで打とうか。あー、そっか、さっき能力それは取れてないんだ。そういえば次素早さ逆転するんじゃないじゃん。しないわ、しなかったわ。え、なんでこのバフ漏れてんの、こんなの。はいだのに。あー、耐えてくれ。次ドリアムからな、ドリアムからな。腹痛は出てんのかな。これテンション取れるよね、テンション取れるね。 OKOK、 テンション取れるわ。 OK、オッケー、あぶねー。その三河市なえるからやめてくんないかな。亀の 60% まで許せるとしても。はい、対戦よろしくお願いします。ベロニカちゃんだね、ここだね。うん、天敵だ。うん、あとエスタク誰だっけ。うちが先か、うち先か。こういう場合どうすればいいんだ。あ、落ちてんのか。行っちゃうか。ドレアム耐えれるか、どうだ。入れるか、こういう複雑回帰にしとくか。かばうにかばうにかばう、一掃される。ここでガツン。ああ、じゃ次のベロニカのあれでいいかもしれない。ベロニカな、
違い入れとくか。剣撃とか入れたけどな。ここでいいや。これ多分ね、落ちると思う。あれ取るより、向こう取るより、向こうじゃないよ、なんだっけ、状態上か、うん、と思ってこうしてるんだが、どうでしょうか。あー、オッケーオッケー。ここはどんな感じになる。いろいろ難しいこれ。ベロニカ取りたいな、ラリホな、うん、次テンション取ってエスタック落とせると踏んでるから、何覚えてんの俺。ラリホ、ラリホは向こう。でも小僧に取れちゃうかもしれない。ああ取らないんだ。じゃあ合体させていただく。グルーン、いやーこれこっち行きたいな。こっち行くか。どうなんだこの選択。落ちなかったかやっぱり。ああダメか。ああダメか。いや失敗したな。いや良くないわ。あ、今いくつ入ってる、いくつ入っ、頭で頼む。これベロニカ来ちゃうわ、ついに。いやー、よくないね、判断がね。おお、危ない。あの状態異常の技がちょっと分かんないんだけど、あ、オッケー、入ったって別に内からなんだよな多分。で次をどうするか。グルン取れる、オッケー、ナイス。グルン取れる、ナイス。落とさせていただく。天空竜、天空竜、天空竜のビッグマンアタック、天空竜のビッグマンアタック、オッケー。これいいんじゃないか、これはいいんじゃない、これはいいんじゃないか。あのベロニカのあの射程が分かんなくてね、どんぐらい近づいたら状態異常のオンパレードになっちゃうのか。で必殺は必殺でしょ、あの縦長でしょ5の、うん、だこのターンでやんなきゃダメなんだよね。はい、対戦よろしくお願いします。これ神来るでしょ、神来
して、あ、どれも動いてか。久しぶりに追撃なかったんだけど。久しぶりに追撃ないんだけど。これ熱産黙らせたいな。あー、でもあれか、あっち行っちゃうか。あー、素早さがね、メラ苦手だからちょっと下がりながらだな。下がりながら、こっち側だな。ここだね、ここに行って開始出てもいいんだぞ本当に。熱風打って射程3から 1,2,3 大丈夫だね。神が落ちなくても、あの追撃あるから、追撃で落とすから、マジで。で、熱産がどこに来るかだな。射程3のあの変なので打ちたいはずだから、ちょっと見とこう。すごっ、ここかな、ここに来るのかな多分ね。なんで、でやっとこうかな。あ、そうか、剣撃でいいのか、熱さんには。あー、そうかそうか、剣撃でいいのか。まあまあまあ、いいでしょ。いいでー、いいでーよー。ワンパンいけ、で、翼が上がってくるでしょ、しかも。うわ、強くない？ネルゲル一人にやられちゃうんだけど。マジ？うわ、強え。これだな。これ入れるか。ここでしかないのか。ここで入れる。ふざけんな！40% か。こんなの効かんのよ。分かってたんだよ。マジか。ネルゲル、素早さどんなの、ちょっと見せて。やられる前。あ、見たかったな。いや、ネルゲル、強え。オートでいいや、これは。今度のホワイトデーでネルゲル入ってないかな。交換券でもネルゲル取っちゃうかもしれない、もしかしたら。はい、対戦よろしくお願いします。もう一人の天敵バーン様来たね。バーンも一応剣撃でね、ハイでやりたいところだけどね。デスタムーアか。どういう攻めしてくんの？ワンパーン。うちが先行けそうだな。うち先。これで。これで持ちるか。これでじゃあ打とうか。打つ。で、あれは。なんだっけ？どうすんだっけ？どうすんだ？どうすんだ？どうすんだ？剣撃やりたいからな。剣撃やりたいから。ここ出るか。ここ出て、こなすか。あ、あ、ダメだった。あ、ダメだった。下がれ下がれ下がれ。いや、ソロも出すしかないわこれ。で、バーンのあれをやる。あ、やれない。あ、やれ、何してんだ、おい。これやるか。これでいく。これでやっとくか。あー、全然だ。オッケー、狙ってたんすよね。え、何、危ない水着着てた今。で、この回復が結構ひどいんでしょ。だからやるときはもう1体ずつ確率やっていかなきゃダメなんだね。うん、2体倒したのにまた2体出てきた。2体じゃねえわ、1体しか倒してねえわ。1体倒したのに2体出てきた。計算が合わないぞ。だからヘッドホンみたいな感じになってるな。
これ時間がかかって嫌だって人もいるんじゃないの。違う、自分は好きだけど、私はこういうの好きだけど、サクサクやりたい人いるじゃん、これまあしゃあないな、これ引っ張るとかされちゃうのかな、引っ張るされて、なんだっけ、テンション取られちゃうか、そんな感じかな。でも次ドリアムからだ、あーやっぱそうだね、あ引っ張るわけじゃないのか、小僧、あそこなんだ、もう一個前出るかなと思ったけどね、じゃあうちもラリホ、うおお全部全部もうさ高確率良くないか、手なんか初弱で手なんか頭で来てくれ、頭ありで頭ありで来てくれ、 OK 耐え、耐えた、ナイス、これどうするの、デスローする、こっち道開けるか、いや、開いてねえわ。こうだな。こう行く。ドラゴンネップ。ああ、ダメか。ドラゴンネップダメか。天空竜。手が邪魔！一体ずつやんなきゃダメだな。一体ずつどうやってやんだ？いや、ダメだよな。ダメだよな。わかってんだよね。でもこんなになっちゃったんだよね、次のビッグバンアタックに備えるしかなかったんだよな、次バーンが来て全部燃やされるわ、おしまいだ、ちょっと全部食らってみよう、わかんないわ、あこの子が回復なのか、右手が、あで左手のあのバタンってやつは休み効果とかあるの、あれないのかな、グラクロぶち込みたかったな、もう一旦我慢するのが良かったのかな、下がって、はい、大戦よろしくします、ゲマって効くんだっけ、デイン、ゲマ最初でしょ、いやデスタムは多いな、いっぺん処理 しきらんよ、あデインが、あデイン、あダメなんだ、これどうする、この子はどうすればいいの、じゃあんバギーが良かったんだっけ、 バギーはどうした、バギーどうした、あバギーもダメか、追撃もダメか、じゃあどうすればいいの、この子、この子はどうすればいいの、頑張るしかない頑張るしかないの、打ち込むしかないの、ファイヤー、もうゲマに突撃させて、あとは後ろで悠々自適って感じ、そんな感じかもしれないね、あなるほどね、テンション頼む、テンション頼む、バリテンション頼む、バリテンション、 OK ナイス、バリテンションもらった、でこれはこれいこうか、じゃあこれはこれだな、
よくって、これはこれはあ、これで行かせてもらう。で、射程さん、射程さんに入るようにする。頭良くなってきたな。射程さんで行けるんです。こんな感じ。バタフライの方が射程さん。あ、OK。あ、わかんない。諦めてくれた。OK。もうそれしかないよ。諦めてもらうしかない。あそこからだって手が出てくるでしょ。落としても落としても落としてもだよ。本当にデスタムーは3連戦みたいな感じだよ。前衛ゲマ第2弾マモツカ。オアシス、オアシス。オッケー、ありがとう。チケット代のために、チケット代3000は多すぎるよ。いくらいく、あ、いくら50、3000だぞ、チケット。あと60体出てこないとダメだ、あれ。はい、対戦よろしくお願いします。デスタムは絶対あそこなんだね。前来て、前来て、前来てちょ、前来てちょ。あれはなんだっけ、魅了か、あれ魅了だな。うん、あのエルギウスに対しては強気に出るんだよな。だもう出てくしかないのかなこれ。え、今の魅了決まんなくて投了。あ、そんなことないね、うん、エルギウスに対しては強気に出るんだよね。レックだ、レック、レックをなんとか。ああ、誰が強気に出れるって誰が強気に出れんだ、ふざけんな。レックがちょっとな、どうしようかな。あ、これ引っ張んのか、エルギウス引っ張るのか。引っ張ったら投了します。これはもう無理、多分引っ張るね。あ、わからん。しかも一歩動いてくれただけ初めてなんだけど、今まであそこから出たことないんだよ。デスタムーンは顔手持ち無沙汰だね。引っ張る、押し出す、押し出す、こっちが押し出すと思ったんだけどね。違うのかな。ああ、違うのか。じゃあここは行こう。ここはズルン、テンション、テンションだけもらう。でこれ、これ、これ マジか。そんな、そんなあれか。射程さんに入っておくか。射程さんしとこうか。で次落として追撃、
あー、これこんなもんなんだね。これさ、入るようになってんのかな、これがわからないんだけど。一応当たるようになってるね。ゼロ？あー、当たるのか。 OK。 ちょっと待ってそうなんだゼロか。そうか。やべ、強気に来られてる。あ、こいつかもかもしれんって。2ターン目、あの、あれは眠りだよね。眠りは向こうだから、うん、まあとりあえずやってみよう。レックから来るんだろ。レック来て、かっこいい状態ではないんだよな。グラクロとデインな。で、内側先か。グルも取れないから。うわ、ヒャドが痛えな、ほんと痛え。グルが毎回取れてないんだよな。これどうしようかな。これどうしようかな。これか。これいこうか。顔落とせないか。顔落とせんじゃないか。顔落とせんじゃないか。顔。ちょっと待って。顔落とそう。顔。うん。顔落とす。違うのか。こっちな。こっち行っとく。手持ち無沙汰だね。そんなことないか。手持ち無沙汰じゃないか。顔落としてやったら、顔を引き寄せる。うん。キャドな。必殺って何？必殺。イオだよね、必殺ね。うん。うん。この小僧がいい味聞かしてるよな。うん。次どんな感じなんだろう。もう食らってからじゃないと何とも言えないからな、これ。イオの必殺でしょ多分。いや、能力下げするか。これ打っておいて前に行くか。前行って、うん、で能力下げするわ。素早さ上げする。で取れてることを信じる。どうした、どうした。肝心なとこだぞ、ここ。え、ちょっと何この。何？もう、来た来た。で、必殺じゃないんだよな。これなんだよね。これで乗り下げする。861。595。そう、これ。やった、手無駄だぞ。やったって無駄だぞ。やめとけ。これ手だけで残ったらどうなの？勝ち？そこで試合終了？オーケー。よし、ぐるん。見してくれ。見してくれ。これだ。あ、ぐるん終わってんの？え、グラクルは？あ、じゃあこっち。頼む。おい、頼むって。オッケー。
ぐるんてもないのあれ。これさ、連れ去り事件とかある？これ。あ、試合終わってない。わ、手もやんのこれ。あぶねえ、あの回復が危なかった。会心出ろよな、しかもな。いや、デスタムはもういい、疲れる。一日一戦でいい。あー、これまずいパターンだな。これまずいパターンですよ。あ、いったいった。はい、対戦よろしくお願いします。おお、おほほほほ。あー、これやられたね、ソロがな。おお、危ねえ。でも次で終わりだ。あー、届かないか。おお、これはこれどうする。ざけやがってよ。ざけやがってよ。マジでよ。今何回死んだの？ 2 回ぐらい死んだ。射程さん、射程さんの音。これでいいか、これでよくて、123123でいくか、123でいくか、これな。うん、で3でうまく取ってほしい。 OK! よし、ソロナイス。ここは何もしないが正解。けどこれ打つ。あぶねえって、なんでそんな見かしとるんだろう。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。